大友直人は、日本の指揮者、梶本音楽事務所所属、東京都豊島区出身、一般家庭に育つ、東京学芸大学附属竹林中学校から、東方女子高等学校音楽科を経て、東方学園大学卒業、東方学園で指揮、作曲、ピアノコントラバスを学ぶ、東方学園大学2年生より、NHK 交響楽団指揮研究生となり4年生の、 時に N 教デビュー。大学卒業後は N 教副指揮者に就任。指揮法を斉藤秀夫、小沢誠治、秋山和義、小高忠明、岡部森博らに学ぶ。1982年早稲田大学公共楽団の西ドイツ演奏旅行で指揮者を務め、ベルリンのフィルハーモニーザールなど15都市で公演。 1986年より1988年まで日本フィルハーモニー公共楽団正式者。1991年より東京公共楽団正式者。2004年より同楽団上任揮者。東京芸術劇場ではオートモナウトプロデュースによるコンサートを展開し、様々なソリストと共演する。1995年京都市公共楽団正式者に就任。 1996年より同学団主席指揮者、2001年より常任指揮者に就任し、2004年からはアーティスティックアドバイザーを兼任。2008年に常任指揮者を辞し、同学団初となる警官指揮者の称号を得る。2000年春、琉球公共楽団ミュージックアドバイザーに就任。2001年3月に同学団設立コンサートを指揮し、以来、 流教とはたびたび共演している。2000年、渡辺明雄音楽基金音楽賞受賞。2001年より、アラン・ギルバートと共に、国際教育音楽祭、ミュージック・マスターズ・コースイン・カズサにて、創設芸術監督を務め、以降毎年、同音楽祭を開催している。2004年から2012年まで、東京文化会館音楽監督を務めた。2005年5月、 ムスティスラフ・ロストロポービチと共に、1000人のチェロコンサートの指揮を担当。2008年9月、第7回、斉藤秀夫メモリアル基金賞を受賞。群馬交響楽団音楽監督に就任。京都市立芸術大学客員教授に就任。海外公演では、コロラド交響楽団、インディアナポリス交響楽団、ロイヤル、ストックホルムフィルハーモニー還元楽団。 フィルハーモニア管弦楽団、ハワイ公共楽団などのオーケストラと共演している。世界芸術文化振興協会と、東京芸術財団の理事を務める、東方学園大学同窓会副会長。レパートリーは、古典音楽から、現代音楽、ポップミュージック、映画音楽、アニメソングと、幅広く、とりわけ、エドワード・エルガーや、グスターブ・ホルスト、ボーン・ウィリアムズなど、 英国音楽や、西武グしげゲや千住明、富大佐ラ、真ミタイサなど、法人作曲家の作品の紹介に力を注いでいる。また、いわゆるサムラ・内守の公共曲第1番、広島もレコーディングしており、ゴーストライター問題が発覚するまではコンサートで取り上げるなどしていた。NHK 公共楽団との共演も多く、大河ドラマのテーマ曲の指揮も数多く担当している。 ポピュラーミュージシャンでは、香山雄三、ジュジュ、谷村真司、玉木浩二、藤文也などと共演している。オペラの演奏にも積極的であり、画楽など邦楽演奏家との共演多数。ありがとうございます。